昨日、うなずき温泉に宿泊しました。夕方、たまたま見たニュースでトロッコ電車2022年度運行開始を知り、本日乗車することにしました。運行開始の昨日は曇りで雨も降りましたが、本日は晴天です。あまり待ち時間なく受付が開きました。現在、笹平までの運行であることと、笹平駅で20分間の休憩を同じ車両で宇奈月駅に戻ることの説明がありました。オープン型の普通客車チケットを購入しました。動画撮影にはオープン型が最適です。改札は出発の10分前だそうです。チケットです。10分ほど外をぶらっとして構内に戻りました。2つ前の便が戻ってきました。やはり乗客は少ないです。笹平の気温は13らしいのようです。今回団体客がいました。でも1車両に全員乗るようです。指定された7号車です。この車両、3人だけでした。狭い山腹を走るため線路の幅は762mmしかなく、黒部峡谷、日本一深い V 字峡谷を縫うように走る小さなトロッコ電車。このトロッコ電車はもともと電源開発に伴いダムの建設資材や作業員を運ぶための鉄道として誕生しました。始発の宇奈月駅から終点の欅平駅まで沿線には黒部峡谷の見どころが盛りだくさん。全長 20.1km、 41のトンネルと21の橋を通り、片道約1時間20分かけてゆっくり走ります。乗車人数が少ないと両側の景色を楽しめます。
ます。ここからの景色もいいのですが、本日は水が少し濁っています。湖面橋は宇奈月ダム建設時、資材運搬用道路として橋が架けられました。長さ約186メートル、赤い半円形が垂直の湖面に生えます。橋周辺の左岸には土地の木が多数存在し、内山の土地の森と呼ばれています。樹齢山木から400年とも言われる大木が県の天然記念物に指定されていて、散策道から見ることができます。春には紅色を帯びた白い花が咲き、甘い香りが漂います。新柳原発電所が見えてきました。1927年昭和に建設された柳川原発電所が宇奈月ダムの完成により水没することになり、1993年平成後、下流70メートルの地点で新柳川原発電所として生まれ変わりました。ヨーロッパの古城を思わせるベルペンチックな外観が特徴的です。穏やかな湖面に影を落とす発電所の美しい姿を眺めながら、トロッコ電車はダムこのほとりを走ります。ここは柳橋駅です。反対車線のトロッコ電車とすれ違います。
番の建物が日帰り温泉と地の湯です。このパイプで源泉の黒薙温泉から宇奈月温泉に温泉を引いています。距離にして7キロメートルだそうです。
しています。このトロッコ電車も発電所からの電気で走っています。これならば黒部の水で走っているわけです。しましたが、日帰りで利用するのではなく、宿泊して何もない日、日常を感じるのがいいです。橋が見えてきました。黒なぎ駅にある跡引き橋は峡谷の中で一番峻険なため、黒部峡谷の白い黒なぎ川に架かる大井橋、高さ60メートル、長さ64メートル、谷を見下ろすとその深さに驚き、思わず後ずさりをするということからこの名がつきました。ここで20分の休憩を取ります。ここは普段停車する駅でなく散策する場所もありません。黒部峡谷鉄道は毎年11月30日で営業運転を終了いたします。
では、長い冬の間、運転士さんたちは何をしていると思いますか？一旦前進し、線路をホーム側に移動します。実は次の年の4月の運転再開に向けて、機関車や客車を分解して点検整備をしているんです。冬の間の万全な整備があるからこそ、皆様に安心してトロッコ電車に乗っていただけるということなんです。バックします。金釣り駅でスイッチバックのためバックしますが、それ以上の距離をバックで移動します。トロッコ電車を降ります。ここで一旦トイレに行ったのですが、その間に先頭のトロッコを後方に付け替え作業をしていました。この作業を見逃してしまいました。
先ほど駅員さんに聞いてみたのですが、終点を笹平駅にした理由ですが、もう沿線上には雪はないそうです。でもここから先の山の斜面に雪は残っています。雪崩などの危険性を考えてここまでの運行にしているそうです。風は少しありますが、気持ちいい天気です。そろそろ出発の時間なので、客車に戻ります。乗り込みます。します。黒柳です。笹平を出発後、列車はトンネルに入ります。そのトンネルを出たらすぐ右手をご覧ください。そこに見えるコンクリートの橋は、昭和2年に作られた水路橋で、クラシカルなデザインが好きですよ。現在も発電用の水が通っています。ここからは2倍速にします。
リーシェイク到着。すれ違いのトロッコ電車待ちです。さらに乗客が減って、1車両1家族貸し切りのようです。
びこ橋です。乗ったトロッコ電車でしたが、天候も良く、すごく楽しかったです。今年は何回乗れるだろう。